はい、オルガンライフです。皆さんの玄関、廊下、暗いですかね。そりゃ電気つければ明るいけど、まあ普段は暗い。それ玄関といえば、ちょっとしたペン立てとかあると嬉しいですよね。宅配便が来た時の受け取りのサインをする、印鑑を押す、まあ、そういう時に嬉しいものと言ってもただのペン立てじゃないですね。それ今回提供いただいたペン立て型のライトですね。まあ、こんなライト、ペンとかはここに入れとく。暗い場所でもこのように電気つけとけば、あ、ここにペン立てがある、簡単にわかりますね。まあ、別にペン立てとライト別々でもいいだろうって言われそうだけど、まあそうするとあることが起こる。便利だと思って置いといても1年後ペンとライトがバラバラになってる、あるんですよ。ただこれ一緒だったらもうバラバラになることないし、あ、これ便利だなと思って他のところに持ってく。ライトだったらありますけど、さすがにペン立てになってればこれ持ってく人いないですよ。これ電源、ここですね、タッチセンサー、それ明るさ、ちょっと書類を書く、伝票とか確認する、そういう用途に嬉しいです。まあ、ということでここで終わっちゃいそうなんですけど、こちらもう一ついい用途がありましたね。こう人が覗いてもあんまし意味ないんですけど、この組み合わせ、スマホのライティングとして使いますね。スマホでクローズアップ写真撮るとき、意外に影が難しいんですよね。照明どれだけ当てても手前に影が落ちる、後ろに影が落ちる、スマホ自身の影が映る。ただこちら、こうライトに電源を入れた状態でレンズをこの間に入れる、そうすると簡易的なリング照明ですね。あのリング照明、医療関係でよく使われてますけど非常に便利なんですよ。影ができない、クローズアップが綺麗、明瞭。ただリング照明普通に買ったら高いですよ。ただこれだったらまあ買えるかな、そういう値段です。だから時々クローズアップ撮影したい、そういう人の照明としても嬉しいですね。あ、ちょっと部屋暗くしてやってみましょうか。今部屋暗くしましたけど、このぐらいですね。まあ、今照明がない状態、これでできるかな、無理あるか、ちょっと無理あるな、これだと。ちょっとスマホのカメラでやってみよう。自撮りにして、まずこれが普通の自撮り、次このライトをここに当てる。ずいぶん変わるのかなと思いますね。まあただこれ目的はペン立て付きのライトです。玄関とかウェルカムライト、暗いところに筆記用具を置いとく、そういう用途向けですね。ライトとペン立てが一緒になってるから、まあ別々になることはない。これ電源充電式です。専用のケーブルで USB で接続してください。こちら特殊な形状ですので、ケーブルなくしてはいけないですね。まあこれがちょっと残念なところかな。ここをマイクロ USB とかミニ USB にしてくれればいいんですけどね。まあ、あと、このぐらいのサイズだったら、普通な USB とか。まあ、そこはどうしてなのかなと思う。欠点はそのぐらいですね。こちら、非常に便利ですので、ぜひ使ってみてください。ということで、バイバイ。